皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は2023年2月10日金曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。舞ちゃん、たかしくんのことをずっと思い続けていたのが衝撃だった。いったくんの告白やくるみちゃんに諭される形で自分の気持ちに気がつく展開かと思ってた。恋人じゃないですけどみたいなあっけらかんとした振る舞いも演技だったのか。切ないよ舞ちゃん。先週今週とやけに舞ちゃんがたかしくんは幼なじみを強調しまくってて、それがあざとさにも見えてたんだけど、ああやって声に出して自分の耳に入れることで自己暗示にかけようとしてたんだろうなーなんて。たかしくんとの空気感はとっくに恋愛すら超えてる感じあったけどね。ももかさんは椿のようにゆっくり気持ち育てていっていいですかって言ってたけど、舞ちゃんの気持ちはすでに育ちきってしまっているんだろうな。そして花を咲かせずつぼみのままにしてきたんだろうな。先週からずっと舞ちゃん鈍感すぎとか文句言ってた自分を大雨の柏木公園に放り投げたい気分です。自分の気持ちに蓋してたのね舞ちゃん。ヤギのおっちゃんは一冊しか詩集を作らなかった。自費出版だとしてももっと擦れるはずなのに。でもたかしくんと編集者のやりとりを見てなんとなくわかる気がした。虚構の怒りや叫びを込めた歌集を出したとして、それを読んだヤギのおっちゃんはどう思うだろう。たかしくんの苦境を見抜いて同情するだろうか。いや、あの人は安っぽい同情なんてしないか。でもがっかりするだろうな。そしてたかしくんにはそれが一番応えるはず。商業主義も匂う怪しい編集者だけど、たかしくんの優しさだけではなく醜い感情から生まれる表現も見たいって純粋に言ってくれてる気もする。例に示された社会への反骨はなくとも、誰かを愛すればきっと凪いだ海ばかりではない、彼の中の情熱が起こす波を見たい。今の関係が壊れるのが怖くて友達を強調する舞ちゃん、一歩引いて短歌で愛を伝え続けるたかしくん、この二人の繊細で臆病なところにとても共感してしまう。舞ちゃんは柏木さんと同じ道を目指さなかった自分、たかしくんと好きなものが同じではない自分に引け目を感じてるようだけど、朝日くんを挟んでそれぞれ好きなものに没頭してる図が最高だったということを思い出してほしい。舞ちゃん、柏木学生のことが心の傷になってるのか。何より仲間を大事にする舞ちゃんだからね。今まで出会った人たちの中でただ一人仲間に戻れない柏木学生、いつか戻れるといいね。実はあの編集者、たかしくんの痛いところをついたのかも。舞ちゃんに対する気持ちもそうだけど、たかしくんは退治するより避けようとするところがあるから、自分のドロドロしたものを制止せずに避けてきたのが今のあわさなのかもね。編集者って結構その人の本質を見てるからね。燃えたぎる怒りはないと答えたたかしくんやけど、これが来週への伏線になってる気がする。何に対して怒るのか、そして編集者の言う絶望に対しては否定しなかった彼が、
干からびた犬だった絶望の淵へ再び向かってしまうのか、見逃せんなあ。あの編集者はいけすかんけど、本当の気持ちに向き合えっていうのが来週のたかしくんとまいちゃんの課題な気がしてな。いったくんが島の外の人とは恋愛しないと決めてたけど、告白したのが本当の気持ちなら、たかしくんのそれはまいちゃんが好きってことなのだろうな。今朝の回でずっと心に残っているのは、いったくんの島の外の人とは恋愛しないという言葉。子供の頃好きだった舞ちゃんが帰っていった記憶がずっと心に残ってたのかなと思って切なかった。もし告白してしもたら今の関係には戻られへん。今まで実際のところどう思ってるのかはっきりしなかった舞ちゃんだけど、すでに自分の気持ちを自覚した上でそういう判断をしてたんだね。なんか私の知ってる舞ちゃんだなぁと安心した。いつも誰にも相談せずに自分の心の中では決めている。結構いい年なのにお酒飲みすぎて岩倉家にお世話になったり、ご飯3杯食べちゃったり、いったくんの告白成功に涙を流して喜ぶさくらさんが大好きです。秋月さんにはまいちゃんとの関係ごとたかしくんを押していただいて、二人がくっつきそうでくっつかない、離れそうで離れられない姿を尊いと電信柱の陰から見守ってほしい。今週はいろんな告白がありましたね。コウタさんからハルトへ、ハルトから家族へ、イッタくんからモモカさんへ、そしてマイちゃんのタカシくんへの思い。まだ本人に伝わっていないのはマイちゃんだけ。来週の週タイトルは伝えたい思い。はてさて。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。